なんか最近、ひでおくんかわいいかわいいって言われて、僕が褒められることが減ってきました。とても嫉妬をしているので、今日はちょっとひでおくんと戦って僕の人気を上げていこうかなと、うなチャンネルの人気を上げていこうかなと思いまして、ひでおくんに見立てたイカちゃんをね、3匹用意したので、コスプレしたイカちゃん。ひでおコスプレのイカを今から倒して、特訓して、最終的にひでおさんと勝負を挑んでいきたいらいいなって思います。よろしくお願いします。はい、待ち受けしました。箱うぐ倉庫縄張りバトル。今から、ひでおくんに見立てたコスプレイカちゃん3匹とね、戦って、見た目がすごいな、あのコスプレ。再現度が高いんだけど。僕の人気を取り戻すために、3対1ですね。もう怠慢でもなく、3対1で俺は戦っていく。それどうする？待って、怖い。待って、ちょっと待って、どんどん追い込まれてる。どんどん追い込まれてる。オッケー、来てた、じゃん。二人か。くそ。全員一気に倒した。全員一気に倒すことができれば俺は、ひでおさんに人気で勝てる。ちょっと待って、今、ボム投げなかったんだけどさ、ボム投げていいかな？あっちはね、三人だからね、ボム投げないでくれてるの。俺は投げるわ。うまい。うまいけど、危ねえ、一人倒した。俺はボム投げるぞ。俺はボム投げて戦っていく。うまい。よし、人気を、ひでおさんから人気を取り戻せ。うなちゃんの人気を取り戻すんだ。いけ。あれどこ行った？上か？こっちだ。どこだ、ひでおさん。ひでおさんのコスプレ。なんでこんなにいっぱいいるの？やばいぞ、あいつら。3匹で。でもボム使ってくれてないだけ優しい。俺はボム使うけどな。こんなことしてるからあれか。ひでおさんに人気取られる。いや、ボム使うのやめよう。人気を取り戻すため。いけ当たんねえ。横から来た。上から燃えた。どこにでもいる。やばい。勝てない。これ勝てない。やばい、1分しかない。1分しかないよ。人気を取り戻せ。俺はボムも使わん。なんかあいつめっちゃ立ってるぞ。クリアリング。いる。やばい。助けて。あはは、OK、1人倒した。OK。2人倒した。OK。回復。リンク回復して。よっ !OK。人気取り戻せるぞ、これで。みんなコメントしてくれ。どっちが好きなのか。この、今の動画を見て、どっちが好きなのか。そして、ついでに、チャンネル登録もよろしくお願いします。ちゃっかりね。やべえ、嫌われる、ボム投げちゃった、間違えた。やばい、終わっちゃう。3匹強いよ。強い、あいつら。おーい、ひでおくんたち。うわー、やばい、くそ、ダメだ。やられた。よし。あんだけ特訓したので、ひでおさんと対マンをして、人気を取り戻す大作戦。うなちゃん人気取り戻す大作戦していくぞ。はい。よろしくお願いします。ということで、ひでおさんと戦っていきたいと思います。行くぞ。タイマンに勝って、うなチャンネルをいただきます。ひでおさんはね、若葉シューターっていうか、ボムの使い方がうまいからね、これ気をつけなきゃいけません、皆さん。え？やばい、危ない。近づけないぞ。やばい。俺もボム追いかけ。あー、くそ、避けられて、くそ。あいつうまいな。今のはやられた。まずは、一勝ですね。まずい。1点取られた。
いや、ちょっと、人気取り戻すためにはヒデオさんにも勝ちたいけど、それと一緒に、やばい、危ない。どこだ？いる。どこ？あ、上、登ろう。ヒデオさん、勝負だ。よーし、よーし、倒した、倒した、ヒデオさん倒した。これで今1対1だ。まあ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 、一勝ぐらいはいいでしょう。あげます。ヒデオさん、来てるね。ちょっと右流れとこ。右から今度戦おうかな。で、ここ塗っといて、ボム。塗っといて、ボム。危ない。近づけないな。いや、いける。今ならチャンス。待って、これ同じこと考えてそう。同じこと考えてる。やばい。やばい。あー、うまいよって、今のうまい。同じこと考えてたわ、ヒデオさんと。やばい。いろいろやられてる。いろんなもので負けてる、今。何も勝てない。いろんなことで負けてます、今。やばい、すごい、逃げられなかった。強い。僕は今まで、うなちゃんに勝つために、スプラトゥーン2頑張ってきたんです。まずい。やばい、1分切った。1分切ったぞ、やばいぞ。壁塗っとこう。皆さん、ここいるね。あれ？消えた。危ねえ！ギリギリ耐えた？ギリギリ耐えた！イエーイ！くそ、やられたぞ。やっぱりうなちゃんは強いな。やばい、ドキドキするな。もうやられちゃいけない。やられちゃダメなバトルだ。皆さん、プレイ！よし、下ろしたぞ。ボム。くれ。いや、よし、いけ！俺の人気を！まずい！やばい！くそ！危ねえ！ボム投げてくる。え、見えない！あ、やった！よし！勝った！でもこれどうなんの？同点か？あ、同点だ！やった！イコール僕の勝ちです。